はい、どうも、ちかでーす。はい、というわけで今回は TS 第3弾阪神登場選手予想をやっていきます。はい、というわけで、ね、6月も後半になったというところでそろそろ TS 第3弾が近づいてきております。で、TS 第3弾のガチャシステムとかイベントの予想に関してはこちらのサムネの動画で話してるんでよければ見てください。で、その動画内でね、TS 第3弾に関しては12球団目線であればね、結構豪華なメンバーが登場してきてるとは言ったんですが、阪神にスポットライトを当てて話していくとね、意外とそうでもないっていうところがね、出てくるかなと思うので、まあ、今回ね、その辺についても触れていけたらなと思います。というわけで今回の動画ではまずは過去の TS 第3弾阪神登場選手を振り返って、その後に今年の阪神 TS 第3弾登場選手候補紹介やって終わろうと思います。それではまずは過去の阪神 TS 第3弾登場選手を振り返っていこうと思うので、今回の動画参考になったなと思ってくれた方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまずは過去の阪神 TS 第3弾登場選手振り返りやっていきましょう。どうぞ。はい、というわけでまずは阪神の TS 第3弾振り返りやっていきましょう。というわけでね、今回に関しては TS が6弾構成になった2019年以降の TS 第3弾を振り返っていこうと思います。だけどね、2019年の TS 第3弾は藤川さんが登場していました。で、この藤川さんに関してはね、火の玉ストレートと同じ2006年査定ではあるんですが、当時はまだ火の玉ストレート持ちではありませんでした。で、なんならね、当時に関しては藤川さん現役で通常 S ランクもね登場していました。で、能力的にはね、完全9位型のデフォルトで9位っていうところで、9位型の選手とか QEA の選手が欲しかったリーグ勢の方はね、結構獲得しに行ったんじゃないかなと思います。まあ、ただね、藤川さん通常 S ランクの方もね、完全 QE 型のデフォルトで QEA だったんで、リーグ勢の方でもね、無理して獲得しに行った方っていうのはね、少なかったんじゃないかなと思います。で、今ではね、リアタイで火の玉ストレートのツーシームスプリット持ちでね、結構嫌がられるピッチャーとなった藤川さんなんですが、まあこの頃の球種であればね、リアタイ的にはね、まあ、正直厳しいところがあったんで、リアタイ勢の方はね、あまり獲得しに行かなかったんじゃないかなと思います。というところでね、2019年の TS に関してではリーグ勢リアタイ勢ともにね、めちゃくちゃ必須の選手が出てたわけではありませんでした。続いて2020年です。2020年の TS 第3弾は矢野さんが登場していました。で、能力的にはね、弾道中弾道の完全ミート型のデフォルトでミート A のバッターとなってます。というところで、リーグ勢の方であればね、ミート型ミート A の選手がね、欲しかったら取ったんじゃないかなと思います。で、リアタイ勢の方はね、弾道中弾道パワー B 裏の3ステオール C っていうところがあるんで、まあ城島さんとか田淵さん持ってなかったね、リアタイ勢の方は獲得しに行った方もいたんじゃないかなと思います。で、それがなんでかっていうとね、弾道は中弾道でパワー B ではあるんですが、阿部比チャンス持ちっていうところでね、まあ、バッティング的には結構良かったっていうところがあったんで、まあ、獲得した方もいたんじゃないかなと思います。まあ、ただそれでもね、リーグ的にもリアタイ的にもね、めちゃくちゃ必須級の選手っていうわけではありませんでした。続いて2021年です。2021年に関しては福原さんが登場していました。で、能力的にはデフォルトで QEA か称号で QE 請求 B 同値が狙える能力でした。だけどリーグ勢の方でね、 QEA のピッチャーが欲しいとか QE 請求同値のピッチャーが欲しいとかっていう方はね、獲得しに行ったんじゃないかなと思います。で、リアタイ的にはね、超タイピンチキレとね、まあ、特殊能力は強いんですが、球種がね、ちょっとリアタイ向きではなくて、まあ、使えても大会かなっていう感じだったんで、まあ、そこまで無理して獲得しなかったリアタイ勢の方もいたんじゃないかなと思います。というところでね、まあ、リーグ的にはね、まあ、どちらかというと必須級選手になるかなと思いますが、リアタイ的にはね、あまり必須級選手ではなかったかなと思います。続いて2022年です。2022年に関してはエグサさんが登場していました。で、能力的には完全9位型の称号で9位が狙える能力で登場していました。だけどね、9位型のピッチャーが欲しいとか称号で QEA 狙えるピッチャーが欲しいっていうリーグ勢の方はね、取りに行ったんじゃないかなと思います。で、このエグサさんに関してはね、実はね、ストレート持ってないんですが、通信フォークとね、リアタイ向きのピッチャーとなっております。で、さらにタイピンチも持ってるというところではね、タイピンチ発動すれば通信 S スライダーの変化量が5、スローカーブが3、フォークが5になるというところでね、まあ、通信 S のフォーク5っていうところがね、結構強かった印象はあります。というところでね、2022年に関してはまあ、リーグ的にもね、まあ、阪神純正はね、結構9型のピッチャーっていうのは必要ですし、リアタイ的にもね、まあ、ツーシームフォークでツーシーム A でタイピンチっていうところでね、まあ、取りに行った方も多かったんじゃないかなと思うので、まあ、このエグサさんに関してはリーグ的にはね、阪神は結構9型っていうピッチャーに必要になってくるんで、獲得しに行った方も多かったんじゃないかなと思いますし、リアタイ的にもね、ツーシーム A のフォーク持ちかつタイピンチ持ちっていうところでね、2022年の TS 第3弾で初めてリーグでリアタイ勢ともに必須級と言える選手が登場してきました。さあ、そして最後、去年の TS 第3弾でしたけど、2023年の TS 第3弾は山本さんが登場していました。で、能力的には完全総力型の称号で総力 A が狙います。で、実はね、阪神のシリーズ1のね、リーグ勢に関しては、
まあ、結構ね総力型のコンボっていうところもね出せてた現状があるんで、この山さんをね取りに行った方もいたんじゃないかなと思います。でリラ体勢的にはね、まあバッティングはねさせないかなと思いますが、山さんに関してはなんといってもこの守備的性能さかつセンターラインが B 以上っていうところはね結構魅力的ですし、まあ、裏の3戦もね補給90肩74とね結構高いです。でさらにね特殊をすればレフトライトもね B まで持っていけるというところで5ポジションが適正 B 以上となりますというところで、まあ、絶対獲得しなきゃいけないっていうわけではないかなと思いますが、まあ、この守備適正の多さっていうところはねベンチに入れておくだけでね、まあ、どこにでも代打出せるっていうところをね自分も2020年の山瀬さん獲得してね実感してますし、まあ、いくらね低弾道で打席に立たせないとはゆえねこの守備適正の多さっていうところをね取り逃したのをね結構後悔してるっていう方もね阪神純正リア対戦の方は多いんじゃないかなと思います。というところで山瀬さんに関してはリーグ勢的には総力型のコンボが必要なら必須級選手、リア対勢的にはもうこのユーティリティ性は唯一無二の選手なんで必須選手となります。まあ、ただしね TS 第3弾ではなく第2弾とか第4弾とかね自チーム確定ありの弾でね登場してほしい能力の選手ではあります。はい、というわけでここまでは過去の TS 第3弾の阪神登場選手振り返りやっていきました。で過去の阪神の TS 第3弾の選手を見てるとねめちゃくちゃ必須級っていう選手が出てるわけではありません。まあ、ただしね特に直近2年間に関してはねかゆいところに手が届くような獲得したら助かるような選手っていうところがね登場してるっていうところがあるんでね、まあ、今年の TS 第3弾に関しても獲得したら助かるような選手とかねオーダーをね強化できるような選手っていうところがね登場してきてくれたら嬉しいなと思います。というところでねここからは今年の TS 第3弾の阪神登場候補選手紹介っていうところやっていきます。というわけでまず TS 第1弾に関しては新規 TS 選手として関川さんが登場していました。で関川さんに関しては弾道低弾道の完全ミート型の選手となっております。で守備適性としてはライトメインの選手となっております。で第2弾に関しては秋山さんが新規 TS 選手として登場していました。で能力的には完全制球型のピッチャーとなってて適性としては先発メインのピッチャーとなっております。で一応ね途中で開催された一郎セレクションでは今岡さんが登場していました。で今岡さんに関してはね弾道アーティストの完全ミート型の選手でメイン的ではセカンドの選手となっております。まあただ結構過去のねコラボ OB セレクションと通常 OB を見てる感じで、ね、まあポジションカブリに関してはね結構出てる印象があるんで、まあこのね今岡さんの登場によってセカンドがね通常 TS で登場しないっていうところはねあまり考えなくていいんじゃないかなと思ってます。というわけで今年の TS 第3弾登場選手候補っていうところをピッチャー2人バッター2人紹介していこうと思います。だけどまずはピッチャーの方から紹介していきましょう。というわけでピッチャー1人目の候補はエグサさんです。はい、というわけでね、まあ、エグサさんに関してはねさっきも紹介した通り2年前の TS 第3弾で登場していました。で去年に関しては登場してこなかったというところでね TS での登場は2年空いてるっていうところがあるんで今年登場してきてもおかしくないかなと思います。でエグサさんに関してはね能力が完全9位型の小5で 9A が狙えますというところで、リーグ勢の方でね小5で 9A 狙えるピッチャーが欲しいっていう方はね獲得しにくのありかなと思います。で特にね前回に関してはね新規選手っていうところでねなかなかね限界突破小5っていうところがねしにくかった方多いかなと思いますが、まあ、前回の、ね、A ランク残している方であればね今回突できると思いますし、小5でね 9A まで持っていけるって方も、ね、いるんじゃないかなと思うので、2年前の A ランク持ってるよっていう方はね今回獲得しに行くの全然ありなんじゃないかなと思います。でリア対戦の方に関しては投手適性がね突3以上にすれば先発中継ぎ可能っていうところ、かつね球種も通信フォークとねリア対向きの球種を持ってるっていうところがありますし、現状ね阪神の通常 S ランクのピッチャーに関してはねリア対向きの選手が岩貞さん、桐敷くん、まだ S ランク登場してない糸正、まあ大体この3人になって、まあ、あとは配球次第でね村上さんがいけるかなぐらいとね、まあ、昔に比べると通常 S ランクでねリアタイ向きのピッチャーが減ってる現状があるんでね、まあ、このエグサさんに関しては先発中継ぎ両方できるっていうところがあるんで獲得しに行くのはありなんじゃないかなと思います。で特にね中継ぎに関してはねリアタイであればね何人いても困らないっていうところがあるんでね、まあ、やっぱり中継ぎピッチャーっていうところはねたくさん持っておいて損はないかなと思うので、リアタイ勢の方はねこのエグサさん登場したら獲得しに行くのはありかなと思います。で球種的にもね通信フォーク持ってますし、まあ、さっきも言ったんですがタイピンチ持ってるっていうところがありますんでね、まあ、結構ねこのエグサさんは自分も2年前獲得して結構ね中継ぎで使ってて、まあ、2イニングで抑えれるかって言われたらねちょっと微妙かなと思いますが、全然ピンチの場面で出してね1イニング投げてもらうとかっていうのはねありかなと思ってます。でピッチャーもう一人に関しては久保田さんでしたけど、久保田さんに関してはね TS としては2022年の TS 第6弾が最終登場というところでね、まあ、2年登場してないんで今年登場してきてもおかしくないかなと思います。で能力的にはね9位から81、77、70の小5で9位制球 A 同値が狙えるというところはね結構いいポイントとなっております。で今年のね阪神純正に関しておそらくね9位制球どっちっていうところがね結構必要になってくるかなと思うので、この久保田さん登場したらね欲しいっていう方多いんじゃないかなと思います。で投手適性に関してもね突4以上にすれば先発中継ぎ抑え全てに置けるっていうところもねポイント高い上に、球種に関してもね B 球種以
以上3つ持ちっていうところはね、めちゃくちゃポイント高いんで、やっぱりリーグ勢の方はね、この久保田さん登場してきたらめちゃめちゃ獲得必須となっております。まあ、ただしね、まあ球種見てもらったら分かる通り、全然リアタイ向きの球種ではないんで、まあちょっとね、リアタイ勢の方はね、登場してきたらスルーでもいいんじゃないかなと思います。まあ、ただしね、球種的に面白いところとしては、カットボール持ってて、カットボールの変化量が3、そしてフォークの変化量が2で、さらにね、特殊能力の方が超体ピンチ持ちというところで変化量が2段階上がるんで、変化量が2段階上がれば高速スライダーが5、縦カットが5、そしてフォークが4になるというところでね、まあ、ちょっと面白いピッチャーにはなるんですが、まあ、やっぱりね、球種の組み合わせ的にリアタイ向きではないんで、まあ、リアタイ勢の方に関しては JFK をね、組み合わせて使ってみたいという方以外はね、スルーでいいんじゃないかなと思います。まあ、ただし久保田さんに関してはね、1年半前に2006年のね、侍ジャパンで出てたっていうところがあるんで、もしかしたらね、今年は登場してこない可能性っていうのもあるかなと思います。続いてバッターの方紹介していきましょう。というわけで、まず1人目は岡田監督です。岡田監督に関しては最終登場が2020年の OB 第5弾というところで、もう3年半登場してきておりませんというところで、もうさすがにね、そろそろ登場してきてもおかしくないんじゃないかなと思います。で、能力的には弾道パワーヒッターの称号でミートパワーエイド落ちが狙えますというところでね、まあシリーズ1でどこまでミートパワーで落ちっていうところがね、必要になるか分かんないですが、まあ少なくともね、シリーズ2ではね、ミートパワーエイド落ちっていうところはね、まあ、コンボ出す上でもね、貴重になってくるかなと思うので、まあ、スピリッツがね、4600とシリーズ2ではね、まあちょっと低めになってきますが、まあ全然ね、今回 TSA 登場してきたらリーグ勢の方は獲得しておいて損はないかなと思います。で、リアタイ勢の方に関してはね、パワーの数値が81と高いんですが、弾道パワーヒッターですし、特殊能力にね、降格があるっていうわけではないんでね、まあ今岡さん持ってるとか、平野さん、山本さん持ってて代打出して運用してるっていう方はね、無理して獲得しに行かなくてもいいんじゃないかなと思います。で、守備適性的にもね、 C63 で裏の三振もオール C で、総力も C65 っていうところがあるんで、めちゃくちゃセカンド適性が広いっていうわけではありません。まあ、ただしね、今岡さん持ってないとか、まあこの間イチローセレクションできちゃって、まあイチローセレクションちょっとしんどかったから取らなかったんだ、それでもセカンドで打てる選手が欲しいんだっていう方はね、まあ、この岡田さんはやっぱ適任になってくるかなと思うので、獲得しに行くのは全然ありかなと思います。まあ、あとはね、岡田さんに関してはね、もし今年 TS 登場して今年度で監督を退任されたらね、最初で最後の TS になるっていうところもあるんでね、まあ、TS 岡田監督が欲しいんだっていう方もね、獲得しに行った方がいいんじゃないかなと思います。で、今年はね、イチローセレクションでね、セカンドの今岡さんが登場してきたというところで、岡田さんも登場してきたらね、セカンド株にはなるんですが、まあ、結構ね、 OB の方を見てると、 OB とコラボ OB でね、ポジション株で登場してきてる選手とかはね、結構いるんで、まあ、今岡さんが登場したっていうところはね、そこまで影響ないのかなと思います。まあ、ただね、岡田さんに関してはね、サードメインの都市にもね、登場できそうな成績残してることもあるんで、もしかしたら岡田さんがね、サードメインに変更されて登場してくる可能性っていうのもあるかなと思います。さあ、そして今回最後に紹介するのは新庄さんです。というわけで、能力的には弾道高弾道のデフォルトリミートパワーだけ、能力的には弾道高弾道のデフォルトリパワー総力同値の称号でパワー A か総力 A が狙えますというところでね、まあリーグ勢の方であれば、まあパワー総力同値のままで勝利の者つけるっていうのがね、一番いいんじゃないかなと思います。で、まあこの新庄さんに関してはね、やっぱり魅力的なのはね、弾道高弾道で称号でパワー A 狙えるっていうところもそうなんですが、まあやっぱりなんと言ってもね、このセンター適正の広さ A88 というところで、特殊で S90 にできる。で、さらにね、まあセンターに近本さん置くってなったとしても、両翼は B74 あるというところで、限界突破なしでレフトライトに置けるっていうところもね、結構魅力的なポイントとなってます。で、さらに、ね、裏の三捨てが補給から75、83、95とね、裏の三捨てもめちゃくちゃ高いところもポイントとなっております。まあただしね、唯一残念なのはね、特殊能力の方で超プルヒッターチャンス対左投手となってますというところで、まず対左投手に関しては自分の能力が上がらない。で、さらにね、超プルヒッターっていうところなんで、まあ結構ね、プルヒッター嫌いとかね、ミリバッターが嫌いとか、あとはね、高弾道プルヒッターが嫌いっていう方はね、まあちょっと敬遠するかなと思います。まあただ個人的にはね、高弾道プルヒッターであってもね、まあそれ以上にやっぱりね、守備能力の魅力っていうところがあるんでね、阪神純正リアタイ勢の方は登場してきたら絶対獲得した方がいい選手となっております。で、実はね、阪神版の新庄さんに関しては、この2019年の OB 第2弾が唯一の登場というところでね、もう阪神版に関しては実は4年半登場しておりませんというところでね、この時取り逃した阪神純正の方でもずっと待ってることかなと思います。まあ、ただ新庄さんに関しては日本ハムの監督ですし、日本ハムの OB っていうところもあるんでね、 TS に関しては日本ハム版が先登場する可能性もあるかなと思います。まあ、あとね、日本ハム版の新庄さんに関してはね、 OB の時に自チーム確定なしの段で登場してたのに対して、この新庄さんはね、自チーム確定ありの段で登場してたんで、まあ、TS 第3段でね、新庄さんを来るならハム版の可能性はあるんじゃないかなと思います。まあ、ただしね、新庄さんに関してはね、日本ハム、阪神、日本ハムと来てるんで、まあ、順番的には阪神なんかなと思ってるんで、第3段じゃなくてもいいんでね、できれば今年阪神版の登場期待したいなと思います。
はい、というわけで今回は阪神の TS 第3弾についての動画撮っていきました。いかがだったでしょうか。いやー、というわけでね、おそらくね、TS 第3弾に関してはこの間の動画でも喋ったんですが、次回更新の6月20日にね、登場してくると思うんでね、この間ね、TS 第1弾走ったような感覚なんですが、もう TS 第3弾が登場してきます。というところで、もし20日に TS 第3弾が登場してきたら、最近の更新が TS、TS、エキサイティング、エキサイティング、TS となるというところでね、最近はね、ずっとスペシャルリアリティの更新が続いている現状となってきます。で、個人的な TS 第3弾の登場予想選手としては、本命が岡田監督、対抗がエグサスさん、大穴が新庄さんと予想させていただきます。だけどもしよければ皆さんが今年の TS 第3弾で登場してほしい阪神の選手いましたら、ぜひともコメント欄で教えていただければなと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回の動画参考になったなと思ってくれた方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また X もやっていますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。